コソボ暴動、あるいは、コソボ動乱は、2004年3月17日に、当時は、形式的には、セルビア領でありながら、国際連合コソボ暫定行政ミッションの統治下に、あったコソボにおいて発生した暴動である。コソボのアルバニア人による、大規模な破壊行動は、民族浄化の様相を呈しており、1999年の、 コソボ紛争以降で最大の暴力騒動であった。コソボでの民族間の緊張と領土問題は同地での長年にわたる問題であった。これを原因として1999年にはコソボ紛争が発生している。紛争が終結してからコソボ自治州は国際連合のアンミックによって統治され、その治安は北大西洋条約機構主導のクファーによって維持。 されていた15万人から20万人のセルビア人やロマが1999年のコソボ紛争によってコソボから逃れていた。コソボに泊まったセルビア人はコソボの中にセルビア人の集落を形成して閉じこもり平和維持軍によって守られていた。紛争後も小規模な民族間の暴力は続いていた。民族間対立の規模は次第に低下していったが、 コソボに住む少数派のセルビア人たちは彼らが継続的な脅迫と迫害の対象となっていると訴えた。また、セルビア正教会の教会や聖堂その他の文化的な施設が繰り返し攻撃され、100を超える施設が破壊されるか損傷を受けた。セルビア人とアルバニア人の衝突は、セルビア人が多く住むコソボ北部でも発生し、こちらでは、 アルバニア人が迫害の対象となり、彼らは家を追われ、イバルカワイ北からの避難を余儀なくされた。暴動は2004年3月15日に始まった。この日、18歳のセルビア人、ヨビツァイビッチが、コソボ中部のチャグラビツァの村にいて通りすがりざまに、自動車から狙撃を受けた。村のセルビア人は、デモ行動を起こし、銃撃に抗議して、交通を封鎖した。 3月16日、セルビア人の基礎自治体ズビンポトク内のチャバルム裏にて、4人のアルバニア人の子供がイバル川へと転落した。うち団地一人が生きて助かった。子供たちは、イビッチ銃撃に対する報復として、セルビア人によって川へと追い込まれたのではないかと疑われたが、警察はこの事実を確認していない。翌3月17日には、 数千人のアルバニア人が子供たちの死に抗議し、ミトロビツァ、コソブスカミトロビツァのアルバニア人地区とセルビア人地区を、隔てるイバル川に架かる橋の南端に集結した。また、アルバニア人の侵入を防ぐために、大勢のセルビア人がこの橋の北端に集まった。NATO 主導の平和維持部隊、クファーは、催涙ガスやゴム弾、スタン主流弾を使って橋を封鎖し、 アルバニア人とセルビア人の隔離を図った。しかし、両勢力から銃や手榴弾による攻撃が始まり、少なくとも8人が死亡し、300人以上が負傷した。11人の平和維持部隊の兵士も負傷し、うち2人は重傷を負った。暴力は3月18日も続き、 最初の銃撃事件が起こったチャグラビツァやミトロビツァ、リピャン、リプリャン、カストリオキ、オビリッチ、プリシュティナを含むコソボ全土で大規模な抗議行動が起こった。この日の終わりまでに死者数は28人、負傷者数は600人に至った。この中には61人の平和維持部隊の兵士、55人の警察官が含まれている。国際連合の報道官。 イサベラ・カルロビッツは、110の家屋と16の聖堂が、破壊されたと述べた。カルロビッツはまた、セルビア人、ロマ、アッシュカリーなど3600人が、暴力によって、住居を失ったと話した暴力は、コソボの他の地方にも飛び火し、多くのセルビア人の集落や、宗教的、文化的象徴が、アルバニア人の群衆によって破壊された。破壊された中には、 表明上は、クファーの保護下となっていた場所も含まれる。暴動の間、8人のセルビア人が殺害された。攻撃を受けた場所の一例3月18日、セルビア正教会は、コソボにある多くの教会や聖堂が群衆によって、損傷され、または破壊されたと述べた。その中には、以下のものが含まれる。3月の暴動では、国連関係者への攻撃も行われた。 セルビアのメディアによると、一人の外国人が地元スタッフと共に殺害された。また、アルバニアのメディアによると、複数の外国人が地元警察と共に怪我を負ったとしている。双方のメディアとも、相手方には狙撃手がおり、群衆の中に手榴弾を間近から投げ込んでいるとしている。コソボでの暴動は、セルビアの街角では即座に強い怒りをもたらした。 3月17日、ベオグラードやノビサド、二種などで群衆が集まり、コソボのセルビア人に対する仕打ちに抗議するデモが行われた。セルビア正教会のアムフィロヒーエラドビッチフ主教は、冷静な対応を呼びかけたものの、17世紀に建造された歴史的なモスクであるバイラクリモスクが攻撃を受け、放火された。二種のイスラムアガモスクも攻撃を受けて放火され、 デモ参加者らはアルバニア人を殺せと叫んでいた。警察がモスクに到着した頃にはすでにモスクは燃えていたが、複数のメディアが警官は群衆を排除しなかったために消火が妨げられたと報じた。両モスクは共に激しく損傷を受けたが、警察と消防の努力によって全会は免れた。セルビア全土でゴーラ人。 トルコ人やアルバニア人などのイスラム教徒住民の資産が攻撃を受けた。ヒューマンライツ・ウォッチは、セルビア政府は、ノビサドで行われた暴力への対処に失敗したとした。セルビア政府は公式にコソボでの暴力を非難した。首相のボイスラブ・コシュトニツァは、アルバニア人の分離主義者を非難する談話を発表し、 コソボ及びメトヒアでの出来事はアルバニア人分離主義の本当の姿を示した。その暴力的、テロリスト的な本性。政府はコソボでのテロを食い止めるためにあらゆる可能な手段を尽くすと述べた。コシュトニツァは NATO と国際連合が暴力を食い止めるのに失敗したことを強く非難し、コソボに非常事態を宣言した。 セルビア・モンテネグロの少数者権利大臣で、ムスリムのラシムリア・アイッチは、コソボで起こっている出来事は2つのことを証明した。それは、国際ミッションの失敗と、国際社会の完全な敗北だ。と述べた。セルビア政府のコソボに関する交渉の最高責任者である、ネボイシャ・チョビッチは、鎮静化のために3月18日に、ミトロビツァ、コソブスカ・ミトロビツァに入った。 セルビア治安部隊は、セルビア本土とコソボとの宗教の警備にあたり、群衆や民兵の越境による、さらなる混乱の拡大の阻止に努めた。コソボメトヒアセルビア人連合を代表とするコソボの、セルビア人たちは、彼らの身に降りかかった災難について、セルビアとロシアの総主教、及び、セルビア政府と、ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンに宛てた手紙の中で、 ジェノサイドと表現した。またこの中で第二次世界大戦におけるナチスドイツ占領下で7つの村が焼き払われたのに、ひし、今日はキリスト教徒のヨーロッパとアメリカの占領下で数百の村々が焼かれているとし、よって今日のコソボ占領はファシズムの時代に我々が被った全てを上回っている、と表現した。 孤立したセルビア人集落は移動の自由もなく、電気も暖房もないとして、強制収容所に例えられた。手紙によると、1999年以降に8500件の非セルビア人の殺害や失踪があるが、たった一人の加担者も裁判を受けていないとしている。手紙の中で、セルビア政府によるコソボ分離の是認は、神によっても、人民によっても許されざる。 国家による裏切りであるとした。国際社会は、唐突に起こった、大規模な暴力に驚いていた。コソボは1999年以降、情勢は沈静化していたが、民族間の緊張と小規模な民族間衝突は、あった。しかし、そのことは、西側諸国では1999年以降知られて、いなかった。クファー部隊は、コソボと、 セルビア・モンテネグロ本土との宗教を閉鎖し、国連は州への航空機の出入りを禁じた。NATO は3月18日、1000人の増派を発表し、750人はイギリスから派遣されるとした。国際連合と欧州連合は共に冷静を呼びかけ、地域の指導者らに支持者を沈めるよう求めた。国際連合事務総長のコフィー・アナンは両派に対して、 平和維持部隊への協力を求めたが、同時に、コソボのアルバニア人に関して、コソボのすべての人々、とりわけ少数者の権利を守り、尊重する義務があることを指摘した。オーストリアに置かれた欧州安全保障協力機構の本部は、この事件について、コソボに泊まる、セルビア人を追い出すために組織化されたものであるとし、匿名のアンミックの当局者は事件を、 コソボの推奨の夜と呼んだ。NATO の南部司令官である、司令長官グレゴリー・ジー・ジョンソンは3月19日、事件について、アルバニア人による、セルビア人に対する民族浄化の寸前まで至ったと、した。3月20日、国連のアンミック長官ハーリ・ホルケリはジャーナリストに、対し、おそらく初期の頃は、自然発生的であったろうが、 発生後は一定の過激派集団が状況を組織化する機会を得ており、我々がこの事件の加担者を法廷へと引き出すために、緊急の努力をしているのはそのためである。とした、アムネスティ・インターナショナルによると、少なくとも19人が死亡し、1000人以上が負傷。セルビア人を、主とする少数民族が所有する730、程度の家屋。 36のセルビア正教会の聖堂修道院、その他宗教的施設、文化的場所が損傷、破壊されたとしている。48時間以内の間に、4100人の少数、民族の聖員が、新たに故郷を離れ、うち82%が、セルビア人、その他18%が、ロマやアッシュカリー、さらに350人が、ミトロビツァ、 コソブスカミトロビツァ北部やアルバニク、レポサビッチなどのコソボ内のセルビア人地域から逃れた。ロシア及びセルビア・モンテネグロは国際連合安全保障理事会を招集し、その中で暴力を非難した。3月19日、ロシアの議会はセルビア・モンテネグロの軍の南部の州への復帰を求める決議を可決した。ホルケリによるとアルバニア政府は アルバニア人による暴力に強く反対するとし、暴力の沈静化を目指すとした。コソボ大統領のイブラヒム・ルゴバや、首相のバイラム・レジェピなどのコソボのアルバニア人、政治家たちは、国連のアンミック長官ホルケリ、ナトウ南部司令官、グレゴリー・ジョンソンや、その他のクファーの当局者と合流し、暴力を非難しコソボの平和を訴えた。コソボ解放軍の元指導者である、 ハッシムサチは、コソボの民族的分断を拒否し、独立こそが、地域安定の前提条件だ。とした。サチは、コソボ、ナト西側諸国は、アルバニア人のみのコソボのため、あるいは暴力が支配するコソボのために戦ったのでは、ない。暴力は、問題の解決にはならず、暴力は問題を生み出すのみである。とした。 コソボ警察はこの暴動に関する事件を扱う特別調査チームを組織した。コソボ法務協議会の2006年の末の発表によると暴動に関連した犯罪について326件が死を呼び軍の検察官によって告訴され200件が起訴され134件が有罪となった。8件が無罪となり28件が免訴され30件が 裁判中である。特に注意を要する裁判には、国際的な検察官及び裁判官が当たっている。BBC ニュースヨーロッパ、サーブクラッシュズ、エスニッククレンジング、ヒューマン・ライツ・ウォッチ。2009年4月17日閲覧。サービアン・コーディネーション・センター。2009年4月17日閲覧。AB、コソボ・ライオターズ・バーン・サーブ・チャーチズ。 b b c h t t p コロンススララッッシシュュュニースドット b b c c o u k スラッシュ1ュスラッシュハイスラッシュワールドスラッシュヨーロッパスラッシュ 3525168.stm2009 年4月19日閲覧ロイターアーティクル。ロイター。 http://www.reuter.com/.newsarticele.jhtml?type="worldnews&storied="4612052abdangerous indifference violence against minorities in セルビアマーチ2004 violence against Albanians and Muslims hatto チャーチズモスクスデストロイドアミッドインターエスニックバイオレンスコサボサービア F18 ニュース2009年4月19日閲覧メディアファンコソボフレームス bbc http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュ一スラッシュハイスラッシュ UK スラッシュ三5 2 3 9 1 6 s t m ハットフルテキストオブザラメンティングレターインロシアン、インザネームオブ120-000サーブスインコソボ。アンドメトチアハット、ナトーデプロイズプルーデントリインフォースメンツ,ツツー、コソボインレスポンスツーバイオレンス。 nato,http コロンスラッシュスラッシュ www.nato.int スラッシュシェイプスラッシュニューススラッシュ2004スラッシュ03スラッシュ i040318a.htm2009 年4月19日閲覧。コソボクラッシュズオーケストレーテッド。 bbchttp コロンスラッシュスラッシュニュースドット bbc ドット co.uk スラッシュ1スラッシュハイスラッシュワールドスラッシュヨーロッパスラッシュ3553837ドット stm 2009年4月19日閲覧ボアハット US ステートデパートメントレポートパブリッシュドイン2007ありがとうございます